はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画ではハンドパーカッションのフラムの習得方法について解説していきます。リズムパターンでもフィルインでもソロでもフラムがバシッと決まるとめちゃくちゃかっこいいですね。とてもいいアクセントになるんですけれども、初級者および中級者の方はこのフラムが苦手ですっていう方が結構多いのではないかと思います。まあ、ありがちなのはですね、こうすごいふわっとした感じになってしまう、こうグリッドにはまらずですね、リズムにうまいこと乗らずに、なんかこう曖昧なおやーっとした感じになってしまうと。なのでこの動画でバシッとねフラムが決められるようになるような効果的な練習方法も紹介していきますので、ぜひ活用してください。ちなみに前回の動画、スティックのフラムとハンドパーカッションのフラムは全く違う奏法ですという動画を見てからの方がより理解度が高まる、上達が早まると思いますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。はい、それでは早速やっていきましょう。今回僕はコンガを使ってやりますけれども、これジャンベでもカホンでもボンゴでも何でも構いません。あとはスティックやる方でもね、オルタネートのフラムを習得したいという方、ティンバレスやってる方とかドラムやってる方で、まあ、スティックでやっても同じように習得できますので、各自置き換えてやってみてください。はい、ではまずはオープントーンのアクセントでヘルタというルーディメンツを練習しましょう。ヘルタってなんやねんという方のためにね、やりますと、こういう音形です。トトトト、これ昭和生まれのドラマーの方はバケラッタと言ったりしますけれども、これヘルタっていうルーディメンツですので、知らなかった方は今日この場で覚えて、めちゃくちゃよく使えますので、今日この場でマスターしてしまいましょう。このヘルタを使ってこんなフレーズを叩きます。せーの、トト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 というのがフレーズです。今全部で8拍8カウント叩きましたけれども、基本の単位は4カウントですね。で4カウントでグリッド4、 4×4 で16なんですけれども、このヘルタっていうのがトトトット 1,2,3 カウント、3拍フレーズなので割り切れないんですね。なので1箇所休みにします。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,カウント4の4を休みにします。ちょっと何言ってるか分かんないっていう方はこれね、もう口で歌って覚えちゃうのがいいと思います。トト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 、あ、手は叩いてね、トト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 、休みっていう感じです。うん、うん、という感じになります。はい、ではしばらくこのフレーズを一緒に練習してみましょう。今手元に楽器がないよという方は膝などを叩いてトト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 と合わせて練習してみてください。いきますよ、せーの、トト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 、うん、トト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 、うん、できましたでしょうか。これができましたらヘルタのトトトットの最初の2打トトの間隔をギュッと思いっきり縮めます。はい、でタイミングとしては最初の1打目右手で叩くタイミングは変えずに、次の2打目左手で叩くタイミングを早める、1打目に近づけることによってこの1打目と2打目の間隔をギュッと縮めます。で、はい、こんな感じになります。今まではトト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 という歌い方だったんですけれども、この最初のトトがフラムになりますので、今度トラトト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 トラトになります。歌い方トラでいきましょう。トラトラトラ、ちょっとこうね巻き舌する感じで、トラトト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 
トラット、トラット、うん、トラット、トラット。はい、それではしばらくゆっくり叩いてみますので、見ながら合わせて練習してみてください。せーの。トラット、ト、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 トラット。うん、トラット、ト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 、うん、トラット、ト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 、うん、トラット、ト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 、うん。はい、できましたでしょうか。これがプラムを含めた3拍パターンですね。トラトット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 、口でやっぱり歌えるのが一番いいかなと思います。さっきのヘルタのトトトットと、まあ、明確にね区別してトトトットトトトットトトトットっていうのは結構歯切れのいい感じだったんですけども、このトラトットトラトットってフラムのトラっていう感じ、まあ、こう流れるようなトラトットトラトットトラトットなりますので、ぜひね歌い方も注意してやってみてください。はい、ではここからはさらに実践的な練習をやっていきましょう。一回ヘルタに戻ります。トトトットね。でこのトトトットの後半2打をオープンスラップで叩きます。トトカカ、前半2打はオープンのままで後半2打がオープンスラップ、トトカカっていう感じですね。でコンガ以外の楽器を使っている方は、まあ、後半2打がアクセントだと思って何か強調する音でやってみてください。これでしばらくまた練習してみます。せーの。トトカッカ、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 うん。トトカッカ、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 うん。はい、できましたでしょうか。このヘルタのトトカッカっていうのも、まあ、フィルインとかソロでね大変よく使うフレーズですので、まあ、ここでぜひマスターしてください。このトトカッカっていうのが叩けるようになりましたら、最初のトトですね、お察しの通りこの間隔をギュッと縮めます。でこれをフラムにします。つまりこうなるということですね。やってることはさっきと同じです。後半2打がオープンスラップになっただけなので、歌い方はトラッカッカ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 になります。トラッカッカですね。トラッカッカ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 、はい、これむっちゃくちゃよく使います。使い勝手もいいしね、ソロなんかでやるとむちゃくちゃハマりますので、またゆっくりやってみますので一緒に合わせて練習してみてください。せーの。トラッカッカ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 、うん。トラッカッカ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 、うん。はい、ここまでできた方は最後にもう一個フレーズやっていきましょう。またヘルタに戻ります。トトトトですね。今度は最初の2打トトをオープンスラップアクセントで叩きます。カカトット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 です。まずはこのフレーズを練習して、カカトット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 を練習して叩けるようになりましたら、今度はこのカカカカの間隔を縮めてフラムにします。クラッククラッククラッって感じ。はい、そうするとクラッ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 と、
クラッとっと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 はいこれもクラッとっと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 めちゃくちゃね使い勝手がいいフレーズなんで、まあ、ゆっくりからで構いませんので練習してぜひマスターしてください。はい、というわけで今回はハンドパーカッションのフラムの習得方法でした。まとめるとまずはヘルタからマスターしましょうという話でした。トト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 トってやつですね。でこの手順とこの音形でもうひたすら慣れてください。もうひたすら叩きまくってこれに慣れると、でも無意識でもねトト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 と叩けるぐらいまでなってください。で慣れてきたらこのトトトトの音色をちょっと変えてみる、アクセントをつけてみる、後半2個にアクセントスラップを入れてみるとトトカッカトトカッカになりますし、前半2個にアクセントスラップを入れるとカカトットカカトットになります。というかもうこれだけでもフィルインとかねソロで使えますよね。はい、これ慣れてきましたら前半2打の間隔をギュッと縮める、はい、もう限りなくね右手と左手を同時に振り下ろす、えいえいえいとこう一緒に振り下ろす感覚でトラットラットラッとなるようにやってみてください。でこれをヘルタから応用させる、変形させるとトラッとトラッとトラカカトラカカクラッとクラッとといったフレーズが叩けるようになりますのでぜひマスターしてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信しています。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやっていますので引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。